今回は豪雨災害で水没してしまったヤマハのフォーサイクルジョグを修復します。このバイクは被災された方が捨てに行こうとしたところをボランティアで参加していた瀬尾工房さんが FRP の製作のためにいただいたそうです。型取りが終わって不要になったものを私が分けていただきました。これほどまでにひどい水没バイクを直すっていうのはコスト的にも非常に難しいと思いますが、エンジンの中はどうなっているんだろう、そんな好奇心やこのままスクラップなんてかわいそすぎる、なんとかもう一度元気に走らしたるで。この動画は以前あったものを再編集し直しました。それでは動画行ってみよう。話を聞くと1階の屋根ぐらいまで水があったそうです。水深 2.5 メーターぐらいでしょうか。そしてその泥水の中で1ヶ月ぐらい水が引かなかったそうです。瀬尾さんがエンジンのドレンボルトを開けてみると綺麗な水が大量に出てきたそうです。私は譲っていただいてすぐに防水のためにエンジンオイルを入れました。とりあえず洗いましょう。水没バイクなんで配線の処理など関係なしにガンガン行きます。マフラーの中からも大量の水が出てきました。ようやく綺麗になりました。駆動系を開けてみます。なんじゃこりゃ。水没してから半年間放置していましたのでこのような錆が出ています。クラッチ側を分解してみます。なんか錆出たり異物があったりします。錆が勝ち込んでなかなか外れませんでした。アルミに白い粉のようなものが吹いています。クラッチ側です。プーリーも取れません。浸透潤滑剤をさしておきます。手では無理でしたので工具でこじって取りました。鉄のランププレートは錆びてますね。水没直後ならこのようにひどくはならなかったと思うんですが、半年も置いたらこうなりました。駆動系パーツの錆の状況です。町の利用として使うだけなら磨けばまだまだ使えますね。そんな感じです。カウルを外してみたらまだこれだけの泥が残っていました。ヘッドライトのレンズの中まで泥が入っています。バッテリーも死んでいました。ヘッドライトはレンズを外して洗わないといけません。タンクの中にも錆びた水とガソリンが大量に入っていました。ガソリンと錆びた水が分離しています。タンクの中にはまだ抜けなかったガソリンと水が入っています。口の開いている方が下側です。燃料ポンプはモーターが錆びていました。基板は生きてるんでしょうか。水のあった下側が錆びています。インジェクターのコネクタまで泥が入っています。こちら側はいけるのか。インジェクションノズルの中まで泥が詰まっています。ホースの中も洗浄します。これだけ異物が出てきました。
これだけの異物があればノズルに引っかかって噴射できないですね。ノズルも外して清掃しました。接点も磨きました。ドレンボルトを外してオイルを抜きました。新しいオイルを入れていたんですが、このように乳化していました。カフェオーレのようですね。ヘッドカバーを開けてみます。意外と綺麗かったんでびっくりです。それではエンジンを下ろしますせ。なんか引っかかっとるがな。リアブレーキワイヤーが引っかかってました。リアブレーキにもサビはありますが、まあ大したことはありませんね。周囲には泥がついています。この辺は清掃で済みそうですが、ファイナルベアリングは心配です。ウォーターポンプを外します。穴の開いた後期型です。微妙にトルクを使い分けながら電動工具を使っています。ここはインパクトが便利ですね。普段は落下しないようにウエスなんかを詰めますが、今回全バラするんで気にしません。結構カーボン多いですね。シリンダーにサビがあって焦ったのですが、このようにすぐに取れてしまいます。メッキが効いているんですね。ただ一箇所だけリングがあったと思われるところだけサビがありました。この部分だけ少し磨いてやったら使えそうです。燃焼室はすごいカーボンですね。ピストンヘッドもすごいカーボンがついています。入れておいたオイルを抜きました。若干水が混じっています。ピストンを外します。サークリップが落ちないようにウエスを詰めました。すごいカーボンですね。一見切れそうに見えるんですが、リングが錆で固着していました。外れそうにありません。これ引っかかってる。錆びてる。出てこない。スティック起こしてる。起こして出てきました。これね、向こうに張り付いてました。こういう風になればね、こうやって取ることも可能ですけどね。これね、向こうに張り付いてた錆がね、多分出てたんだと思いますよ。錆つくんで。だからそのまま乗るっていうのはやはり NG ですね。半年間置くとやはりこのようになるので、水没して1週間やそこらだったら十分いけるんじゃないでしょうか。腰上ではこの部分が一番問題があったと思われます。リングは新品に変えたいと思います。程度の良い中古と比べてみます。
数値は全て適正内です。ヘッドの中は油膜で守られていたのでしょうか、錆が全くありません。ピンもあっさり抜けました。抜けない個体って多いんですよ。焼きが入っているものが多いです。意外といけそうですね。錆びてもないですよ。ベアリングのボールの中は錆が出ていないんだろうか。一見錆はないのですが回転が重いです。これ、ね、洗浄したらねいけると思います。超音波洗浄機で洗浄します。ここは唯一の逆ネジです。90ニュートンで締められています。なぜかピントが合っていません。申し訳ございません。クリップが勢いよく飛んでいきます。オイルポンプのギアなんですが、ホンダもヤマハもプラスチックをよく使っていますが、割れることがあるので新品に変えておきたいですね。ピンを取っておきます。舐めないように思いっきり力を入れて回しました。舐めてはいけない場所はこのドライバーを使うんですが、常用してはいけません。オイルポンプの穴です。ボルトの長さが違うので、このように段ボールに絵を描いて差し込んでおきます。ボルトが長いだけだと奥に当たって火がつきますし、短すぎるとネジがかかりません。しかし中途半端に少しだけネジがかかるとネジ山をねじ切っちゃうんですね。それが一番立ち悪いです。いろんな失敗をしてきたので皆さんにこのようにお伝えすることができるようになりました。皆様お待たせしました。そろそろクランクご開帳です。意外と綺麗ですね。片方のケースからクランクを抜きます。クランクのベアリング部分が錆びているのか全く外れる気配がありません。なんとか外れました。この部分がケースと錆びついていて外れませんでした。スプラインにダメージがあるのかと思ったんですが、拭けば取れました。一番問題となるのがこの部分でしょう。軸受けの部分が錆びているのが気になります。ここをペーパーで鳴らしてみます。ベアリングもね大丈夫そうです。この部分の錆が気になります。ペーパーで磨きました。これで違和感なくいけるような気がしますね。洗浄していきます。このベアリングはね若干錆びてますけどね。こちらも交換したいと思います。シールの部分に錆があったようです。こちらのケースも綺麗ですね。ただシールの部分だけは錆が出ていました。ここまでで水を防いでいたんでしょうね。エンジンの中に入ってきた水はエアクリーナー側から入ってきたものだと思われます。だからこされてある程度きれいな水が入っていたんだと思います。その水の影響でこのようにエマル状になっています。クランクのサイドベアリングを抜きます。温度で抜きます。ベアリングの上に重りを乗せました。下から熱します。5ミリ圧の鉄板です。温度が分かりやすいように非接触温度計で測ってみます。アルミが温まると膨張します。そしてクリアランスができてベアリングが落ちるという感じですね。
温度で開いて落ちました。良いケースほど高い温度でないと取れません。今回も120度前後で取れているので結構いいケースだと思います。部分的に光ってます。若干ベアリング回ってます。ベアリングが回るとこのようにアルミの粉がつきます。ベアリングが回ってる証拠ですね。そしてケースをだんだんと削っていってクリアランスが大きくなってきます。そしてベアリングが回るようになるとトルクが著しく減少します。走らないエンジンになるんです。だから接着剤で止めるようにしています。ケースの保護にもなります。両方ともアセトンで脱脂しています。嫌気性接着剤を塗っています。このように一発で奥まで入れることができます。打ち込みでは斜め打ちしたりすることがあるんですが、このように温度で入れると適正な場所に簡単に置くことができます。何よりもケースを削らないのがいいですね。入れた後でだいぶ冷えたんですが、大体の温度を参考までに測っています。取り外したベアリングですが少しガラガラいってます。クランクの精度いいですね。意外と滑らかです。これウッドラフキーが抜けてますね。シールを傷めないように優しく投入します。ヤマハのね、液体パッキンの塗り方ってね、本当にね上手でしょ。これギリギリで止まってますもんね。このベアリングをね交換したいと思うんですよ。でこれをね外します。速いエンジンを組むためにこの部分を一番重視しています。内側から対角線均等締め、少しずつトルクをかけながらクランクを回しながらやっています。組んだ後で重たかったら再度バラして組み直します。同じオイルポンプ駆動ギアとは思えませんね。新品に交換しておきましょう。ホンダもヤマハもプラスチックの駆動ギアを使っているんですが、劣化すると割れてしまってオイル潤滑ができなくなってしまいます。この部分にオイルを差しておきます。組もうと思ったらニードルが1本脱落してる。作業中止でパーツ注文しないといけません。新品パーツ来ました。これで組めます。動画だと一瞬ですが丸1日かかってます。結構大変でしょ。フライホイールの穴が半月型なのでブーラの先端もそれに合わせて加工しました。スパナ型のトルクレンチは持っていません。テルクレンチです。195とは 0.195mm を指しています。金属は熱によって膨張収縮するのである程度のクリアランスが必要です。この間にシムを入れて調整しています。逆に多すぎると音が鳴ってうるさいです。
そのためにシムはいろんなサイズが揃っています。排気バルブを外します。排気ポートにエンジンコンディショナーを入れていました。浮いたカーボンがバルブ側にたくさん出ています。吸気バルブは吸気で冷やされますが、排気バルブは熱がたまるので、いろんなコーティングが施されています。値段も高いです。バルブを抜きます。吸気バルブも外します。2本ある方が吸気です。普通吸気はあまり汚れないんですが、結構汚れてました。カーボンを取り除きます。バルブもすり合わせします。コンパウンドは細めです。バルブを刺す前にオイルを通しておきます。ドリルを使ってすり合わせをしています。当たり面は1ミリぐらいが良いそうです。広すぎると面圧が下がってカーボンを砕けなくなり、カーボン紙しやすくなります。当たりがきれいについているのか光明端で確認しました。シート側は取り忘れてしまいました。これがバルブスプリングシートです。意外とよく割れるんですよ。割れると座面のアルミを削ってしまいます。割れにくくするためにスプリングの尻尾を丸めておきましょう。このように工具を使っていると、滑った時にバルブのシート面を傷つけてしまいます。今は全てのバルブを差し込んで作業するようになりました。ちょっとずつ賢くなっていきます。バルブスプリングコンプレッサーを使用している時に、ここに傷をつけてしまいました。最悪圧が漏れると、燃焼室に水が入ってきたり、逆にウォータージャケットに圧力が逃げて、リザーバータンクを拭いたりすることがあります。こういうことを防ぐためには当たり面にテープを貼っておいたり、ガスケットをテープで貼り付けておいたらいいんじゃないかと思いました。この後オイルストーンで処理します。コッターがきちんと入っているか、この部分をハンマーで叩いてなじましておきます。この作業で1回外れたことがあります。組んだ後で外れなくてよかったです。圧縮を上げるためではありません。厳密にはレギュレーションに抵触します。すべてのノックピンが錆びています。ノックピンは位置決めを決める精度の高い部品ですので、新品を投入しておきます。ピストンリングは圧力が逃げないように120度ずつにずらしました。ウォーターポンプを取り付けています。半年に1回は点検した方がいいですね。白く粉が吹いたプーリートフェースです。旋盤で削ります。錆のひどかったところはちょっとへこんでますね。レースじゃ使いませんが、街乗りなら大丈夫ですね。ランププレートは鉄製なので思いっきり錆びてます。ペーパーで磨きました。
クラッチ側も分解して清掃してみたいと思います。ベアリングは大丈夫でしょうか。セカンダリーシーブにベルトの模様が入っています。清掃してグリスを詰めました。シモヤンがプレゼントしてくれた重曹ブラスターです。これ結構使えます。シモヤンありがとう。クラッチも清掃して分解して給油します。プーリーの中心にあるボスにベルトが近づかないようにこのようにして組みます。これでベルトを挟み込むことなくフェイスを取り付けることができます。これでスプラインみんなやっちゃうんだよね。ここを出します。これ確実にやらないとエンジン壊しちゃいますね。コニカルスプリングワッシャーです。お椀を伏せたような形で組みます。この反発力でネジが緩まないという仕組みです。組めた後、ベルトがスルーしているか確認します。ノックピンは鉄ですので全て錆びています。新品に変えておきます。これがついていた発電機です。こちらは55になります。3936とは形状が違います。配線コネクターの形状がまるで違います。なので接続できません。初期型は導通不良を起こして熱を持って発火の可能性さえあります。フライホイールも3936とは違うので流用できません。ピックアップコイルがこのフライホイールの突起で点火タイミングを拾っています。四角の形の始まりで拾って終わりで点火しているようですよ。ここにワッシャーを入れてナットを組みます。フラグは必ず手で差し込んで最後にレンチを少し使います。各部ホースをつけます。クリップは元ついた後のように再度組みます。ギアボックスは空気穴があるので水が侵入しやすいですね。緩めてみると水が出てきました。そしてその後に乳化したオイルが出てきました。ギアボックスなんですけども、ここはね、すごくいい感じ。ここはね、渋いんですよ。でもこれはね、ここの圧入するときにちょっと狭すぎるんですね。それでストレスかけちゃいます。ここのベアリングは。なので新品群でもこれぐらいになっちゃいます。なのでね、適正ですね。これですね、こいつをね、ペックスのサークリッププライヤーですが、型番とか曲がりストレートタイプ、たくさんの種類があります。どうやらね、水の侵入はなさそうですよ。スムーズに回ります。グリスもね、まだ残ってますよ。ここがね、水に浸ってるところがね、若干錆があるから、ここで止まってますね。この入り口にこれだけ錆がありました。ここですね、ここだけ水に浸っていたところ、ここだけがね、錆があります。スムーズですね。
大丈夫です。イヤオイルは福岡県のドンバルさんに送っていただきました。ありがとうございます。セルモーターは水が入ってないんでしょうか。見てみます。 5.5 番です。潤滑剤や衝撃を与えてもダメでした。クニペックスを使います。一撃でした。さすがに 5.5 番のレンジは持ってなかったので買いに行きました。ちょっと泥のようなものが見えます。やはり泥水が侵入していたようです。若干泥が残っています。もし水が入っていたらショートの危険性がありますね。結構汚れてますね。清掃して給油して組みたいと思います。左右のブラシを押し込んだまま投入しないといけません。このピンセットを使って投入しました。エンジンにスタンドをつけました。ラジエーターを装着します。水没したエンジンコントロールユニット使えるでしょうか。使えなかったら困るので全国のレース仲間にオファーしていたら関東の青木くんがハーネスと ECU を送ってくれました。ありがとうございました。せっかくなんでコネクタ端子には接点復活剤をしておきます。このカプラー欠けてる。シリンダーの温度センサーのコネクターです。燃料キャップのアルミの部分が結構錆びてますね。割れていたコネクタの代用品を影防止さんが教えてくれました。このような道具を使って買いました。シリンダーの奥の方、裏側にこのようにロックがかかってますので、これを押しながら引き抜かないと傷めてしまいます。このバイクは SA55 で、パーツを SA3639 で集めていたら当然ですが合いませんでした。すべて3639仕様に変更したいと思います。これでエンジンかかると思ったんですが、かからないんですよ。どこが悪いんや。このスイッチかな。ちょっと分解してみます。こんな中にも泥が詰まってる。とりあえず清掃して組み直してみます。
やはりここが原因だったのか。燃料ポンプが OK になったと思ったら今度はセルが回りません。キーオンで異常ランプが点灯します。長い発光と短い発光があり、長い発光が10の位、短い発光が1の位になります。この場合4と2なので42番です。これは関係ないですね。セルスイッチを押しているのですが電気が来ていません。スイッチが酸化しているのかもしれません。確認してみます。こんなところにも泥が。ワイヤーインジェクターで清掃しました。スイッチ類は磨いて接点復活剤を塗布しました。こっちもですよね。水没の凄さを改めて知らされますね。清掃しました。それでもかかりません。だからブレーキスイッチセンサーを短絡させたりとか、点灯センサーを交換しました。余分なものは全て取り替えたんですがかかりません。この配線が悪いのかも分かりません。別のものに変えてみます。パーツが来るまで直せるところを直してみます。ハンドルポストです。タンクに刺さるインジェクターホース、この中にも泥が侵入しています。これが SA55 のスロットルボディです。一部若干配線コネクターが違います。この白いコネクターがありません。なぜかからない。プラグキャップ赤と黒があります。赤はリコールがかかってます。ガソリンが少ないのかなと思ってガソリン入れました。やはりかかりません。プラグ外して指を入れて、すごい、ガソリンがつかないんですね。燃料が来てない。なんでや。プラグも濡れてない。やはりガソリンが来ていない。突出しているのか、ウエスが揺れている。来てるな。燃料が出てこない。インジェクションノズルと言いました。この中が詰まっているんじゃないかと思います。ホースの中も詰まっているかもしれません。清掃するとともに端子には接点復活剤を塗布しました。ノズルには2つのパッキンがあります。中に入ったまま出てこない分もありますので気をつけてください。
が飛んでないよ。 ECU を変えてみたんですが、水没の ECU がやっぱ死んでました。これでエンジンかかりません。別の ECU に変えてみます。このポンプの音がいってます。こっちはいってます。あ、火花出ました。これ火花出ましたね。一応エンジンもかかりましたが、まだ細かい問題がたくさんあります。これはエアがここをふざけばいいんで、とりあえず今回は ECU の接触不良ということでしたね。ECU を交換してエンジンはかかりました。エンジンはかかりましたが、機動性が悪くてハンチングします。アイドル域で安定しないのです。これではダメです。ある程度のところでは落ち着くんですが、このように指導性が困難な上にアイドリングが弱々しいです。ハンチングもします。これでは使い物になりません。ホースやノズルが詰まっているのかもわかりません。突出量が落ちているんでしょうか。あとスロットルボディのセンサーがおかしいのかもわかりません。新品パイプはこんな値段です。とても出ないけど買えません。スロットルポジションセンサーが悪いのかもわかりません。交換してみます。代わりのスロットルボディなんですが、配線を少し引っ張ったらこのコネクタが割れてしまったので、これを修理して使いたいと思います。キャブと違いフェールエンジェクションの場合はアクセルの回路を電気信号に変えて ECU に送らないといけません。物理的な動きを電気の抵抗で変えているようです。酸化などによる不具合を生じやすいですね。ここは分解不可になっています。難しい領域なんで、とりあえずスロットルボディを交換します。やはりこちらも関東のレース仲間増田さんが送ってくれました。あったかいとゴムが柔らかくなって差し込みやすいですね。インレットの切れ込みに合わせてスロットルボディを入れました。せっかくだから外装もきれいにします。シリコンでは滑るので火を使ってやってます。カウルをつけて完成まであと一歩です。メットインを入れる前に配線を挟まないように確認しておきます。水没してひどい状態だったジョグ、いよいよ完成です。たくさんの方に助けられながら今回完成しました。今回のことで水没バイクは早めにオイルを抜いて新しいオイルを入れて整備をすれば意外と簡単にリカバリーできるんじゃないかと思いました。もちろん電気系は難しいかもわかりません。それでも自分の愛車を復活させたい、そういう気持ちがあれば可能ではないかと思いました。そしてこのバイクを
レースに使用しました。名阪スポーツランドに3台のジョグを持って行ったんですが、牛場選手が選んだのはこのジョグでした。2回目の出場ということでビギナークラスではありましたが、予選からのポールトゥウィン、タイムはぶっちぎりのトップタイムでした。レースが終わった後でこのジョグがむちゃくちゃ速いので楽しくレースができましたって言っていただきました。とても嬉しかったですね。というわけで今回も長い動画を最後まで見ていただきありがとうございました。たくさんの整備動画があります。あとレース専用チャンネル笹谷のレース速報もありますので、よかったらそちらもご覧ください。